はじめまして、ゆりこたいがと申します。はじめまして。イタリアから来ました。はい、クーナーはコスプレイヤーとタレントと YouTuber をやってますんですけど、じゃあ今日はなんで秋葉原にいらっしゃいますか？今日はフライヤーを、フライヤーを駅前に来てました。おー、いいですね。ホワイトルの名前を教えてください。はい、ディアカラーっていう名前なんですけど、これ実はまだみんな研究生グループっていう感じで、正式なユニットではないんですけど、とりあえずこう研究生としてアイドルの経験値を積んでいくためにこう作られたようなユニットになっております。はい、なのでまだまだひよっこというか。今、夏菜です。はい、夏菜です。夏菜さんは何年目なんですか、アイドルは？なんと、1ヶ月経ってないぐらい。え、そうなんですか？すごい。そうなんですよ、1ヶ月経ってないぐらいなんですよ。なんでアイドルになろうと思ってたんですか？私はもともとダンスが好きでやってたんですけど、はい、歌うのも好きだったんで、こうなんだろう、ダンスやっててこうやっぱ発表会とかあるじゃないですか、あるんですけど、はいはい、やっぱ歌うのもやりたいし、はい、やっぱなんかこうキラキラ感というか憧れじゃないですか、女の子の可愛い服着たり。そうですね、憧れるんですよね。はい、私も憧れます。ですよね。ちょっとこれはプライベートなので答えていいかわかんないなんですけど、何歳ですか？26歳です。 26? はい。でも私16歳って思った。やった、16歳です。16歳ぐらいと思ってた。すごい。え、ちょっと失礼かもしれないんですけど、はい、26からアイドル目指すって結構遅咲きじゃないですか？そうなんですよ。でもまだギリギリいけるかなと思って、もう賞味期限切れる前にやっておこうみたいなチャレンジ精神、滑り込み、まだギリギリいけると思って。でも結構私見た目からわからないじゃん、みんなあれ。私もだってさ、外国人から見るとパッて見て、あ、高校生だねって聞こえよ。やった。そんな感じでもないし、今のアイドルもね、変わってるもんね。そうですね。夏菜さんはハマってるものとかありますか？はい、あります。実は 2,3 年前からどっぷりハマってしまっている趣味があるんですけど、パチンコスロット。それアイドル大丈夫？大丈夫です。面白い。ここにも書いてるんです。見えるかな、趣味パチンコパチスロって書いてるんですよ。アイドル始まる前にパチスロットが好きなんですか？はい、始める前から好きでした。面白いな。ちなみに、じゃあ一番、はい、言ってもダメかで全然言ってくださいんだけど、はい、お金かかったやつ。あー、一番使ったお金っていくら？なんかパチスロットのイメージはめっちゃ高く使っちゃう。そうですね、もしかしたらすごいこうなんだろう、中毒になってる人からしたら全然使ってないかもしれないんですけど、私の最高額は1日7万円。パチスローになりたい。逆に1日で一番勝った額はいくらですか？これすごいです。35万円。おまいよー。35万です。でそのパチンコしながら、はい、このアイドルを目指すまで、まあ、はい、ダンスされてたって言ってますけど、うんうん、はい、他何かお仕事とか何されてたんですか？全然、私はアルバイトを転々としてまして、例えばそのカフェとか、もちろんパチンコ屋の店員もしてましたけど、まあ、これといって特殊なことはあんまりやってこなかったの。でそこからアイドルをいざ踏み出したきっかけとかってあるんですか？きっかけはそのダンスをやっていた時の同級生がすごい有名な方のこうツイッターの動画でそのバックダンサーとして出てたのを見て、うわ、私もダンスもっと続けてれば一緒にその有名人と仕事できたのかなって思ったんですけど、いやでもそれならバックダンサーするなら自分がこうセンターに立って歌ってる方がかっこいいじゃんって思って、
それがきっかけです。でもライブっていうのはもうされてるんですか、はい、この後ライブあります。あ、そうなんですか。まあそのフライブ新しく始めて盛り上がってるっていうことで、はい、まあ、結構集客とかもやっぱり大変ですか。大変です。もう全然今まだまだもう作りたてすぎて、今日多分5回目のライブとかぐらいなんですけど、大変です。もうみんな来てください。どれぐらいのお客さんが今来てくれてるんですか。このユニットを目当てにしてくれてる人はどうだろう、まあ一人とか。アイドルなってみて良かったことって何ですか。やっぱステージの上で歌って踊るがめちゃめちゃ楽しいってことですね。そうですよね。そうですね。逆に良くなかったことは。良くなかったことはそんなにないですけど、やっぱ強いて言うならこうお客さん集めるのがやっぱり大変、はい、大変ですね、はい、ぐらいですかね。まあ、でも基本は楽しいです。はい、ありがとうございます。ちなみに遅咲きじゃないですか。はい、何歳までやるつもりですか。どうしましょう。失礼だね、ほんとほんとやめてよ。はい、でもどうしよう、体力がなくなるまで。なくなるまで、はい、はい、頑張ります。頑張ります。最後に夏菜さんのアイドルグループの特徴というか、はい、この挨拶ね、なんていうのあれ、PR、 PR、 ご自身の PR をお願いします。はい、はい、ディアカラーという、まあ、研究生グループなんですけど、何がいいっていうと、もう出来たてほやほやで、もう3人とも実はその活動歴が全然1ヶ月未満、1ヶ月ぐらいっていう、この出来たてほやほや感、あの初心者感というか、これからどんどん成長していく姿を見れる貴重な、貴重じゃないかもしれないけど、初々しい感じを楽しんでいただければと思います。そして私個人といたしました、趣味はパチンコスロットという、ゴミくずっぷりなんですけれども、そういう趣味もどんどん言っちゃっていけるようなね、なんだろう、ギャンブラーアイドルとしてパチンコパチスロのね、お仕事もこれからやりたいなって思っていますので、よろしくお願いします。可能だったらちょっとマスク取ってお顔見せてもらってもいいですか。よーし、せーの、かわいい。たぬき顔って言われます。よろしくお願いします。